どうも、ゆうさです。はい、さあエピソード2行きたいと思います。スタート。難易度はもちろん一番難しいやつ。ストーブ当たってるところから始まった、まあ、クマに襲われて終わったところですよね。襲われてるおっちゃんを助けたところで終わったな。クマ、クマ、クマ、ビビってるビビってる。いや、おらんおらん。かっこいいですね、ヒゲが。Name's Mackenzie. I'm the one who saved you from the bear. いや、やれてない。I don't think so, but I hate it. Maybe scared it away. なんだと？ベテランやぞこっちは。言うてベテランやぞ。いやー、だいぶちょっとひどいですね。雑やね、包帯がね、もうちょっと綺麗にしたらんと。タスキみたいになってる。駅伝ちゃうねんから。I bandaged you up, but you're in bad shape. Is there anywhere to get medical help? Medical help. You mean like a hospital? Out here? Nah, nothing like that. 俺はここの土地をよく知っているぜ。Can we call for help? No. 壊れた。He's been dead for the past few days. マジか。I can't raise any of the usual channels. I'm not sure why. Well.You'll need some stronger meds to avoid infection. And for the pain. Some kind of doctor? No. But I've been around doctors enough to know you'll be in trouble soon. Unless you get some better help than I can give you. Yeah. Right. Well. Closest help is probably in Milton. Back the way you came.いや、もう見ると何もないぞ。うん、誰もいないんすよね。The town's pretty much deserted. There was a fire and, damn. The next town's days away. 厳しいな。But if you leave now, you might be able to... You won't last days like this. Must be another way. There's...There's someone... こいつの口にもう、レイシチャーを叩き込むしかない。Back to where we started. There's got to be somewhere nearby that might have medical supplies or another radio we can use. You might find some comms gear. ダムね。Or parts in the old Carter Dam. It's probably ancient stuff, though. That place has been abandoned for years. It used to have a first aid room. Might still be some old meds there, too. よし。Something strong enough to maybe numb this pain.Hang in there. I'll be back as soon as I can. Wait. Wait. The old bear. Kuma, ne? He's still out there. Ah, just wait. 決着をつけようと待っているに違いない。ちょっと待って、これそういえば。いいすか、いいすか。You won't kill him.もう一度脅すことはできるだろう。これ開幕おるんじゃなかったっけ？ダムは不安定。あかん、あかん。おっちゃん、寝といてもベルト緩めたら、もうおっちゃんベルトきつ締めすぎちゃう？ベルトを緩め。これね、出たら即おるよ。お城さんよ、これ銃持っていくでしょ。今装備どうなってんの？また一から戻ってるの？いや、そう、いや戻ってんな。戻ってますね、一からに。まあその方が楽しいからいいけど。じゃあ銃と
これは持っていけないね。まあ銃さえいただければ私別に。ちょっと待って、オプションとかの設定、オプションとかも全部リセットされてるっぽい。アップデートがあったんで、すごいあのカメラがめちゃめちゃ早く動いてしまうので、ちょっとオプション設定を、操作の設定を、あ、できてるな。これでも、これでも、これでそのまんまか。まあいいか、行きますか。おっちゃんに残しといかんでいいかな、食料とか。いや、まあいらないっすけどね。キャンディーはいらんけどね。やったるよそんなもん、何もなしでもやったるよ。現状の装備を確認もう一度。ナイフ的なものは、ナイフ的なものがないな。斧、手斧とか。そこら辺は、それは欲しいっすけどね。見当たらんな、地図。よし。ガチャリ。いやもう、待っとるから。待っとるんすよ。知っとんねん。来いや、初見殺し。いない初見殺しクソクマがおらん。こことか、あ、一応ジッポーとかあるな。ランタン燃料。まあ、後で補充してあげることにもなるでしょうね。ちょっと待って、なんで靴下置いたんや。よし。まずはダムを目指すんでしょ。どっちから行こうか。一直線で行くか。じゃあ、余裕でしょ。余裕だな。一直線ダム狙いで行きたいなと思います。軽やかにスタートを切る。まあ、銃もあまり蹴散らず行こうかな。やばかったらもうどんどん撃っていくスタイル。ただクマは一発入れたらもしかしたら逆上して突っ込んでくるかもしれないんで、その辺要注意やね。装備的にはもう拾ったものを直していくぐらいで十分多分通用すると思うので、コンテナサイドから回っていきたいなと思います。ここはさすがに勝手知ったる私の庭なんで好き放題させませんよ。王は誰かということを思い知らせましょう。この世界の王は誰なんだということをね。鳥が向こうに飛んでった。ダムの多分ロッカーですね。で、おそらくですけど薬があります。このまま淡々と歩いていけばいけそうやとは思いますけど、キャンディーバーもあったし、水分ぐらいですかね。途中で補充するとしたら、どちらかというと結局アイテム持ちすぎ問題になると思いますので、もう軽やかに行きたいです。そんなに荷物に固執するようなことはないから、シナリオモードなので、生き残るというよりかは、まあ、シナリオをクリアするっていうことを念頭に行きたいなと思いますので、熊の気配はなし。さあアイテムあるかな。狩猟ガイド、新聞紙のロールいらない。新品のジーンズ、よし。
これ何？何これ？あ、巻きか。はい。あとでね、この薬とか欲しいって言いよるんちゃうかなと思うんですよ。言いそうな気がするんでね、お茶くれ的なこと言いそうな気はする。一応クマのエリア的にはエリアです。アップデートで多少また変わってると思うんで、システム面も何がどう変わったかとかは今のところ知らないので。狼おらんね、楽勝っすね。えい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 。声ぴょんも特に拾わず突っ込む。さあちょっと服探すわ。はい、スポーツベスト最低限ね、なんか置いてある食い物飲み物とかでもだいぶしのげるとは思うんすよ。よっぽどミスらなければ。コーヒー意外と置いてないな意外と置いてないですね。 OK 出発。待ってね、水分的なものどれぐらい持ってるのかを確認する。水が50か。 OK。 まあなんとかなるっしょ。突っ込む。一目散にダムへ突っ込む。で、一回変えるみたいなこと言われるかもしれないですね。この感じだと。鹿ね。鹿、鹿、ゴーゴーゴー。鹿は無視。熊と必ず遭遇して最終的にはそいつを仕留めるというミッションになるはずなんですよ。イベント的な出会いをすると思うんですよね。おそらくですけど。狼。声が全く聞こえてませんけど、狼向こう行ったな。おるね、いっぱいおるね。いやー、来るなら来いや、来るなら来いと。ただ侵入者よりも難易度的に侵入者よりも感知度合いが低いので、さっきの位置だったら侵入者だったら確実に追われてたと思いますけど、反応してないですね。向こうがこの距離で反応しないんで、ぬるい。ほらほらほら、気づいてないです。泣いとるだけで、こちらに気づいてるわけじゃなさそう。よし、ぐいぐい行こう。到達できると思います。多分腹も眠気も全てにおいてまだまだ青信号大丈夫です。グリーンシグナル。そこら辺のコンテナの中身漁ってで向かいましょう。クマはイズいませんな、いませんな、おらんね。いないっすね、いないっすね。おらんね。よし、オッケー。どこで出会うんやろう。開幕でバーンって出会ったイメージあるけど、近くには おるはずって言っとったから、もしかしたらあの逆サイドの方向に行ってたら出会ったのかもしれないですね。左に進路を取ったけど、線路側に行ってたらもしかしたらおったんかもね。やっぱもうかなりの警戒能力を身につけてるんで。お、トレイラーの鍵が必要です。あ、そう、全部閉まってます。開いている。じゃああるかな。おっと、こういうところにあるかもしれないです。エナジーバー、
アイテムはこれランダムなのかどうなんすかね、ちょっとわかんないですけど、シナリオモードなんでランダムじゃなさそうな気はするんやけど、ランダムな部分もあるのかな、ちょっとそこは不明。鍵欲しいね。鍵がかかってるからっていいもんがあるってわけじゃないんですけど、フリーのフリーモードの場合は、ただ多分このモードの場合はそれなりに重要なものがあるんじゃないかと、ええやん、予想されます。ええやん、作業用パンツにランニングシューズに、ソーダにエナジーバー、余裕っすね。布がないから、まあ、着るだけ着ましょう。マッケンジのセーターしょぼいな。マッケンジのシャツで何取ったっけ。マッケンジのズボンから作業用パンツ、早くももうお着替え完了。靴はね、ブーツの方が良さそう。走るのは多分ね、ランニングシューズすげえ速いんですけど。よしよし、一からまた装備構築していくの楽しいわ。どうしてもね、地続きのパターンだと面白くないんですよ、やっぱ。もう最強に固めてしまったらもうそうそう死なないんで、一から新しいもの着ていくっていうのは面白いよね。風来の試練的ですけどね、また新たに装備を得ていくというスタイル。狼が一匹、言うて普通の FPS よりもエイムがすごい難しいので、襲われる時に撃つことは多分できない、できないというかかなり難しい。動いてるものを撃つのは本当にむずいんで、結構その辺リアルなんですよね。突っ込んでくる狼に対してぶち込めたら一番、まあもちろん効くんだと思うんですけど、眉間にね当たりますんで、ただそれはかなり難しい。よし、来ましたな。そこだけ見ていこうか。頭が今1個だけなんで、ちょっと見つけたら嬉しいけど、もうどうせダムガチャでめちゃくちゃあるやろうなという気持ちが強いっす。おう、くしゃ。どうせダムに。よし、ナイス。作業パンツ、作業パンツでもう下は十分でしょ。もうこれ以上ないよ、最高っすよ。これを手に入れようと思ったらなかなか大変やから。さあ、では橋渡ってダムに向かいます。ダムで一悶着あるかね。どこで鳥が飛んでます、ちょっと見えんが。ん、すげえ騒いでるな、どこや。騒いでるとく、ん、どこ。はい、全然ダメ、全然ダメ。どうぞ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 、全く気にも留めず行きましょう。ちょっと待って、違う違う、武器、武器っていうかスロットどうやって出すんだっけ。いや違う、こうか、スロットの表示が出なくなってる。あいつどついただけでめちゃめちゃ逃げとんな。もう一回来るでしょこれ。あれ当たらず。あいつどついただけでめっちゃビビっとんな。ナイフで刺したとかのわけじゃないんですけどね。まあいいや、先を急ぐか。
ちょっと服が多少破れたぐらいですか。カルダム。This place has seen better days. カルダム。で、カーターダムなんや。カーターダムって言え。何？入り口の鍵、車かな、車の中かな、ちゃんと見てないもんね。ないな。ということはコンテナの中かな。ないっすね。こっちかな。こんなんやったっけ、全然覚えてないっすわマジで。ほんまに覚えてへんのって思う方もたくさんおられると思うんですけど、僕は自分で動画を見返したりとかもしないので、やっぱだいぶ忘れてます。やっぱり言うて、ないな。簡単燃料ういっす。ではこっちかい。さあ行く。お、あった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 、ありました。ブライヤーハウス陶器作業員への警告。読む一応。何やったんやろ。休憩中や勤務時間外にダムへの立ち入りを希望する者が数名いますが、施設全体の立ち入り禁止命令はまだ解除されていません。下層部は崩れ落ちており侵入は安全ではありません。やむを得ず行く場合は自己責任でお願いしますと。はい、下層部へは行けない。あ、別のエリア行けてまうからか。 What have we here? よし来た、ニット帽。まあまあいいやつ。よし、手袋、ハイキング靴、まあまあほぼ揃いましたね。 That'll come in handy. OK。 オレンジソーダにグレートベアの薬用植物。はい、本も結構重要やったりするのかな。うっす。さあ中入ろう。誰かおるかな。開いてた。ん、なになに、怖い。うわ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 、でかっ。やっばいやっばい。いやこん中は入ってこんやろ。おっしっ、うわ危ない、あぶねー、かわいい、あぶねー、よう閉めたな。え、 Unfinished business with the bear, he said. 熊と決着がついてないってあいつは言ってたな。こーわ、あいつ言うても出る。まあええけど、いやここで出会うのか。まあ自然ですね。でも Hello? Anyone here? Anyone here? This place looks like it's been empty for a while. さあちょっと探索していこうか。おっと、コーヒーがこんなところに叩き込んでいく。いっす。多少ちょっと布とかで裁縫しようかなと思います。ちょっと服を整えて OK。 ニット帽これで、まマッケンジのニット帽もそんな悪くないな。よく見ると一緒っすね、能力的には一緒やね。ただ一緒じゃない、マッケンジのニット帽の方が軽いから高性能や。
上位互換ですね、完全に。ほう。うわ、すごいね。地震によるダメージもあるみたい。ナイフとか、ちょっとその切るものが欲しいですね。ナイフがないと布とかがこううまく。やったらライフルの弾、まあまあまあ当然最終多分クマを仕留めないといけないのでね。じっくりガチャ引いてから、そうやな、もういるもんいらんもんを選定しますかね。最終取るだけ取って、結構長いよこれ、やることいっぱいありますもん、取るとこいっぱいあるから。ここほらめちゃめちゃいっぱいあるんすよ。いらん、もう全然こんなもん、マジでいらない。まあ、布は取っときますかね。現状の服をマックスにするだけでもおそらくもう余裕やと思います。一応お吸いも、一便器取っとくか。二便器目はちょっと置いといて、うっくそ、二便器目は置いといて、管理事務所の鍵、カーター水力エネルギー会社の管理事務所の鍵、ダムに関する森の空論家のメモ、空論家、ジャクソンから狼目撃情報が入ったし、先週にはエミリーがキャンプの近くにクマが出たと言っていた。ブライヤーハウスの悪党が我々を脅かそうとしているのかわからないが、念のためにこのフレアガンを常備してくれ。銃器というには心もとないが、いざという時のためだ。信号拳銃ね。Could end up being useful. あ、ここにも今手紙がなんか書いてあったかな。お前森の空論家は本物で、ここでいい仕事ができるって言ったよな。奴らは無秩序で何のプランを持っていない薄らバカどもの集まりじゃないか。この季節は外は寒すぎるし、それに野生生物が、お前ここに実際に狼がいるなんて言わなかったじゃないか。こんなのイカれてるぜ。夜には外から奴らの遠吠えが聞こえてくるんだ。もうおかしくなりそうだ。俺たちここで何をしてるんだ。グレートベアは地震でかなりやられたって話だが、なあ、こんな暗黒時代に逆戻りしてるなん、逆戻りしてるなんて思ってもみなかったぞ。物資を持ってきたのは大きな貸しだからな。もし天気が近いうちに暖かくならないようなら、俺はここ出ていくぜ。お前と会うことも当分ないだろうな。怒ってるな、なんかめっちゃ怒ってます。ちょっと暗くなってきたよ。ちょっとお眠ですな。コントロールルーム、電源を復旧させない限り開かない。That's a problem for later. I have to get those radio parts. Radio parts. ちょっと暗いぞ。テロリズムによりリスク。森の空論家は現在もこのエリアでの活動を続けています。その森の空論家っていうのが、要はテロリストみたいな、まあ、環境団体みたいな感じなのかな。何かこうシナリオに関わってくるんでしょうね。やっぱニット帽バンバン出るわ。ちょっと暗くなってきたぞ。全然燃料に余裕あるんでつけよっかな。見逃すよりかはもうつけた方がいいっすよね。ほら見逃してた。ウール製ミトンに、いや見逃すよこれ。やっぱキャンディーバー、はい、よし、はい、確認してく。で、
関係なし。あとは地下に行けるのと上っすね。まあ、上先行こうか。多分薬は上だと思うんすよ。上の赤い、おっとくしゃくしゃのメモ、あれは洞窟の中に残した。ダムの裏手に行く。川沿いに進む。ハンターの隠れ家がある空き地の近くの洞窟を探す。どこのこと言ってんねん。ダムの裏手に行く。川沿いに進む。ハンターの隠れ家がある空き地の近くの洞窟を探す。どこのこと言ってるんやろ。謎の湖でアランの洞窟内の貯蔵庫を見つけよう。 I better take this food. どこのこと言ってますかね。ダムの裏手から、これか、これなんや。うん、裏手っていう言い方がちょっとよくわかんないですけど。Aid station. That sounds like what the car needs. 開かない。防災キャビネットの鍵が必要です。了解。鍵を探そう。防災キャビネットの鍵を探す。Excellent. ちょっともう大量にありすぎるんで飲みます。ビーフジャーキーも食う。飲む。どんどん飲んでいって大丈夫。あ、これ部品かな。無線機の部品来た。え、これいらんの。なぜ全部持ってったらええやん。ようわかるんやね、それだけで。持ってったらええのにね。Too much stuff to carry. でしょうね。もうこの時点で持ちすぎ。ここか、さっきの鍵は。ということはここにさらなる鍵があるかもしれないですね。救護ロッカーの鍵がね、ある可能性は高い。I think I can use this. ライフルの弾薬が素晴らしく大量にある。はい、ライトシェルジャケット、おつ。おん。いや、もういらんで、これ。マジでいらん。まあ後で全部一気に整頓したいと思います。糸、23ぐらいですか。ふう、23、54。はい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 。まだか。もう近いと思いますけど。芋入ってろ。現金、現金、照明弾、ライフル、弾薬、刺激剤。刺激剤はまあ嬉しいかな。まあ、使うことないでしょうけどね。鍵っぽいのがそこにおる。はい、防災キャビネットの鍵、エレベーターのメンテナンスメモ、配電システムに何らかの不具合があるはずです。タービン室に行く手段はエレベーターだけです。エレベーターが停止すると制御室に戻るために長時間歩かなければなりません。OK。
まあ開けなくてもいいでしょう。もう必要なものは確保したから。よし、業務用の強力な抗生物質と非常に強力な鎮痛剤、依存性あり。まあまあ今は使ってもしょうがない。よし、漁師が力尽きる前に薬を持って帰ろう。 OK です、帰りましょう。っていうかでも帰るんですけど、今はちょっと暗すぎるので、寝て寝て、しかも明るくなったら、あれ、寝て明るくなったら私、チクチク作業をやって、やった後に出発していきたいなと思います。ちゃんとあの装備を整えてね。はい、ということで、ではそこまで終わるまで、そこまで終わるまでというか、そこから再開します。今回はここまで。